ね。あ、そうですよね。まあ我々はついついこの山崎のホームラン30あるいは大砲26と思ってまで6本打ってますけど、カープ1点しか入ってませんからね。はい、先ほどの4回には満塁のチャンス無得点でした。打ち上げました、高く上がった、西山がマスクを捨てました。今日を含めましてオープン戦から数えて3回目のマウンドということで、マウンドが合ってきたのかななんて話もしてましたね。ああ、なるほどね。マウンドが合うっていうこともそういうことも、加藤がこの回も山崎を打ち取ってワンアウトを取りました。どうですか。はい、もうタンタンと投げてますね。だから自分の武器であるシュートはね、みんな詰まってますからね、はい、もう乗らざるを得ないですよね。おっと、これはどこだ。ロペスがボールを押さえて、素晴らしいですね。さあ、しかしノーアウトランナーが一塁二塁になりました。ダスカさん、そしてバッターボックスには1番のコールズです。おっと、バントしました。加藤がボールを押さえた。同点はいいんですよ。あ、なるほどね。はい、ということで後ろ守ってるんですよね、うん、だから1点やってもいいと。はい、こういう時に意外と入らないもんですよね。1点やってもいいという時には、うん、あれは何が何でも抑えようという時はね、結構入ったりするんですよね、はい、それ以上に。さあ、バッターボックスには2番の鳥越です。これは普通外比という考えを持ちますけどね、はい、あの内野が深く守ってますのでね、はい、セカンドゴロを打って1点取ってなおサードという感じにね、あのしてましたですね。そしたら結構ライト前行ったりしたことあったですよ、はい、うん。ショートの真正面です。野村がボールを握り直して一塁送球。これ真正面にボールが飛んだ。ひどい走塁ミスですね、これ。いや、これはひどい走塁ミスですわ。やばい、いや、これこの審判ではないんですよ。これは、まあ、審判のは、まあ、まずあるとしてね。今あの2、3塁で、ね、深く守ってたでしょ、はい、サードの増田が帰らなかったんですよね、これは中日ひどいですよ、これ、はい、これもう深く守ってるんですよね、はい、でゴロ転がってますよね。もう野村はもうホーム投げる気ないんですよ最初から、はい、見ましたけどね、あ、今のは怒りますねそりゃ、はい、ひょっとしたらというあたりですけど、まあ、今のこの審判への抗議はセーフだろうと、まあ、これは、はい、まあ、1点取っておけば2対1で2アウトランナー2塁という展開でした。さあ、2アウトまでこぎつけましたマウンド上の加藤です。バッターボックスは3番の立浪です。ランナーが2人います。こちらは広島ベンチ。さあ、2アウト、ランナーは2塁3塁。打ちました、打球はレフト正面頭上、左中間に転がっています。ランナーは2人生還、そしてバッターランナーの立浪がセカンドキャンパスを回ったところで戻ります。立浪に2点タイムリーヒットが生まれました。ランナーの増田ね、はい、そしてあのサードコーチの豊田さんですね、もう2人が救われたですよね、はい。さあ、2対2の同点です。さあ、そしてなおも2アウトランナーを2塁に置いてパウエルを迎えています。はい、パウエルもね、あんまり合ってないですけどね、次の山崎が全然加藤に合ってないんですよね、はい、だからここは臭いコースをつきながらですね、あのなんとか仕留めたいところですね。さあ、これが広島ベンチです。2対2の同点になりました。6回のドラゴンズはなおも2アウトランナーが2塁、バッターボックスはパウエルです。打ちました、打球はショート、真ん中には飛べない、セカンドランナー3塁回った、ドラゴンズが逆転です。6回の表3点を取って持ってるんですけど、なんかあの広島戦でね、はいはい、あの相当 やっつけられてますもんでね、意識過剰になってますね、はい。さあ、送りバント、ソンがマウンド降りだ。送りバントからマウンド上、西山にデッドボール、そして送りバントでワンアウトランナーが2塁、同点のランナーがセカンドに進んでいます。悪
151キロ、はい、ど真ん中はちょっとインサイド寄りですけどね、はい、全くもうあっという間に来たというボールですよね、まあ、このソンも韓国の英雄、そして来日してともかくいろんな風に言われました。早いね。球のね、あの横手投げなんですよね、はい、どうしても横手投げということで左右の揺さぶりを考えますよね、僕はね、それよりもね、これ上下の揺さぶりもちょっと考えた方がいいと思いますね。特にボール球使うときはね、高め使った方がいいですね、はい、よりね、ボール半分ないし一つね、はい、低いボールをもう一球ね、あの投げたら僕は尾形は三振取れると思いますね。あ、そうですか、はい、それぐらい球速はありますよ、はい。150キロ、151キロが出ています。さあ、ツーワン、ランナーはセカンド、同点のランナー、インサイド100個投げるからね、はい、手が出ないんですね、バッターの方は。あ、なるほどね、視野から消えるんですよね、だから視野の中に入れるボール球をあの投げるようにすればですね。先ほどおっしゃった高低、高さ、低さ、そうですね、はい。応援団です、はい、あのムード的に言えばですね、はい、あの点を取れるような感じのムードですね、さあアウトコースに構えた、あっとこれは150